さんなので一人で老後の趣味のためにアコギを買いました。一人でコードジャカジャカは寂しいので12弦にしたらコード弾きでも散った厚みが出るかと思い12弦にしました。12弦でもフィンガーはできるでしょうか。ああ、12弦ギターでもフィンガースタイルができるかどうかっていう質問だと思うんですけど、できます、もちろんできます。だけどこう12弦ギターと6弦ギターっていうのはやっぱりこう特性が違うので、まあ弦を12弦張ってるだけあって、こうなんていうんですかね、こうテンションもね、まあ要は普通のギターでいう1本の弦に対して2本分押さえなきゃいけないっていう、まあちょっと指が大変になるんですけど、まあ僕も楽器屋さん行ったら必ずね、遊びたくなります。12弦ギターで、フィンガースタイルをやって。ただ、いつも弾いているような曲をやると、ちょっとできない曲も出てきたりとか、まあきつくなってきたりとかっていうのはもちろんあるんですよね。まあなのでそれを踏まえた上で、まあ12弦ギターの綺麗な響きが欲しいというのであれば、12弦ギターをね、購入考えて、もらったらいいと思うんですけど、まあこの人は、もう買ったんですよね。はい、買っちゃいました。まあちょっとついでなので12弦ギターの、フィンガースタイルギタリスト一人、僕が大好きなレオコッキーっていうギタリストがいるんですけど、まあその人は6弦ギターももちろん弾くんですけど、12弦ギターもものすごい勢いで、フィンガースタイルしてます。としてはもちろんこの12弦ならではの音の厚みとこの綺麗な響きだと思うんですけど、やっぱりこう弦の本数が倍になるのでちょっとメンテナンスも大変だったりとか、あとチューニングもちゃんとこうやらないと、せっかく綺麗な音が出せるのにチューニングが狂ってるせいでちょっとイマイチだったりとかっていうこともあるので、まあちょっと勉強が必要だとは思うんですけど、あとこうチョーキングを使ったようなフレーズっていうのはやっぱりどうしても指がきつくなってくるので、それはちょっと慣れるしか、ないと思うんですけど、まあ、ただ何で挑戦するにしてもメリットはデメリットというのは多少は出てきちゃうので、あとは自分の好みと、まあ、自分の出したいサウンドだと思うんですよね。もう僕ももうちょっとしたら12弦ギター本当に、1本欲しいなって思ってるくらいです。12弦ギターで1曲はですねレコーディングしたいと思ってます。この動画がこのチャンネルの動画初めてという方、チャンネル登録まだされてない方はこの機会にぜひですねチャンネル登録ボタンを押しといてください。フィンガースタイルギターの無料レッスンは説明文の中のリンクからどしどし申し込んでください。それでは